よし、今日も頑張ろう。おはようございます、僕は今、ネパールで知り合った、現地のゴクールさんという方のお家でホームステイさせてもらってます。これから、現地の、このゴクールさんの家で、小豆とか和菓子を作りたいと思います。ゴクールさんの奥さんの手作りのチャイです。マジでめっちゃうまい。はい、今からママがご飯作ってくれました。食べます。ママが作ってくれました。ありがとうママ、マジでここに来て一に争うぐらいカレー。ママの思いは無限にできん。食う。完食しました。ママごちそうさまでした。ありがとう。はい、ゴクールさん家の屋上です。はい、今から、街に出ます。ドラえもんなんかちょっと目がいってるのよな。はい、とりあえずエメル行きのバスに乗りました。はい、マジで帰ってきちゃいました。まさか帰ってくるとは思わなかったけど、こっからまたネパールをちょっと楽しんでいきます。はい、とりあえず携帯の充電がやばいので、この桃太郎レストランで充電しよう。桃太郎レストラン、お茶とおしぼり出てくるってマジすごいな。桃太郎カツ丼です。桃太郎レストランという日本食料理屋です。マジでさすが日本食料理屋。初めてネパールトイレットペーパー見つけたわ。はい、桃太郎カフェで、カツ丼食いました。めちゃくちゃうまかった。マジで日本と同じ、日本の米使ってるし最高でした。はい、今からゴクールさんと合流して豆と砂糖を買って、あんこ作ります。でもって和菓子作ってそれ村に持ってきます。以上、お願いします。はい、今ゴクールさんと合流して今から豆と砂糖を買っていきます。でもその前にゴクールさんの息子15歳にゴクールさんが洋服を買うそうなので服見てます。マジで髪ガシガシなんだけど。ちなみに、今2日風呂入ってないっす。絶妙なデザインだよね。洋服探してます。僕は試着係です。ゴクールさんの息子にゴクールさんが洋服買いました。僕試着しました。以上。はい、今から、あんこを作るために、豆と砂糖を買っていきますって思いつつ、今目の前にマイプロテイン売ってるやん。やば、初めて見た。赤豆と砂糖が売ってませんでした。ちなみにプロテインは売ってます。以上、マイプロテイン最高。さあ、スーパーには売ってなかったんでここで豆と砂糖を買います。はい、ここのスーパーで砂糖と、赤い豆あるそうです。日本語できる社長さんですありがとう。はい、とりあえず、赤い豆と黒砂糖を買いました。これで試しにあんこ作ってみます。はい、今日はゴクールさんのお家で鍋食べてますゴクールさんと一緒に食べてますターメリック鍋です。ターメリック鍋、カレー味です。以上急にボーリング始まったワニだったね、ワニのボーリングです。めっちゃ笑っちゃう。うわーい、ナイス。ディープブジェルも家族です。ディープブジェルファミリーです。あの通り見てる。うわすごい。はい、今日はここで寝ます。お疲れ様でした。よっしゃー、今日も頑張ります。はい、おはようございます。1月11日、ゴクールさんの
お家でホームステイしてます。僕今昨日買った豆と、砂糖を使ってあんこ作りたいと思います。今日も一日ガブリス。ママが作ってくれました。ありがとうママ、うん、美味しそう。みんなで食べます。はい、1月11日、現在時刻は、昼過ぎの3時15分です。今僕は、ゴクールさんのお家にホームステイしてるんですけど、ママがいないと外に出れません。出ようかなと思ったんですけど、ママいないから鍵がかかってて外出れない。まあいいか。今から、ゴクールさんの家であんこ作っていきます。よし。豆の3倍水を入れます。中火。さあ美味しくなるよ。助かるわこれ。なんせあんこなんて俺初めて作るから。しかもそれネパールで。はい、とりあえずワイン色になってきたんで火止めて、煮汁をやりやすと。うわーすごい煙で。はい、今は、2回目ですね、茹でてるのは。こっからアクを今取って、こっから、まあ、ゆっくり茹でて豆を柔らかくして砂糖を混ぜてあんこ作っていきます。はい、いい感じに仕上がってきました。砂糖を加えていきます。砂糖を2回に分けて入れていこうか。これでいけ。はい、いい感じにお汁粉になってきました。